アロハ。はい、今更聞けない分かりやすい解剖学ということで、インハワイ戦でどうもよし特別編です。はい、まあ、今回シリーズでね特別編やっていますけれども、今回は、前回ね僧帽筋と小脇筋って言ったので、ね僧帽筋をねこうどけた後に出てくる菱形筋なんていうところ、菱形筋、ひし形筋と書いて菱形筋ですね。これには大と小っていうのがありました。でここも当然パシャで少しね繊維で全くじゃなくてその間僧帽筋との間もパシャでがこう繋がってるというのが、あ、このファシャのところが、あ、癒着してったら動き悪くなるなぁなんていうようなイメージを持って観察をさせていただきました。でそして菱形筋が出てきた時に大と小ってこんな区別つくのかな、どうなのかなというところで見てみると、あ、実際にこう分けてみると、あ、ちゃんと大と小、大が下で小が上ですけども大と小ちゃんと分かれるんだっていうところ、まあ、見れたとか観察させていただいて、いつもねこれ私見てるんですけども、菱形筋と、実は私が大好きな筋肉ですね、前鋸筋。前鋸筋ってイメージ湧くでしょうか。肩甲骨のこのね内縁、肩甲骨自体がこうありますと体がこっちにね体幹があって、そこの内縁のところですね、肩甲骨の、内側のここで言うと私の背中にこう肩甲骨がこうついてるとしますね、向こう側からついてるとします。ただ内縁のここのところ、ね、こっちが体で内縁のところについてるこういう筋肉ですね、こういうで、これがこっち側に出てくるとここに出てきますね、ここから筋肉こう中に入ってで、その前鋸筋なんですけども、毎回ね見て私が筋肉、体の筋肉ランキングずっと第1位であった前鋸筋ですけれども、このね菱形筋と私のイメージですよ中では、これ支配神経、神経違いますから、ね、菱形筋は、肩甲背神経ですね。で前鋸筋は長鏡神経というところで違う神経が命令をするように言ってますけれども、実際に見てみると神経は別にあのここのところに長鏡神経というところをビーッとねしっかり神経を観察できます。あ、これなんだ、だからこうぶつけるとすごい痛いところであるし、ここねコンタクトプレーでダーンとぶつかったりすると、麻痺をして、前鋸筋の麻痺なんていうね、あのラグビーとかあの人とかこう入ったりすると痛めてるとすると、前鋸筋が効かなくなって麻痺してというと、肩甲骨の内側についてますから、これ肩甲骨を普段は体にグッとね押し付けて浮かないようにくっつけて、それでこうしっかりと回すのかな、肩甲骨を安定させてる筋肉になるんですけども、これが麻痺するとこう持ち上がってしまって、翼状肩甲でこうね、ここにあの天使の羽じゃないんですけど、こうボコッと盛り上がってしまって押さえることができないので、まあ、これが長鏡神経だなんていうところですね。ここを観察で、こっちの肩甲背神経もこっちの背中の肩甲骨の内側ですよね、内側のところというところにぐーっとあの出ていて支配しているというところなんですけども、筋肉自体は実はこの2枚の筋膜で、あれまるでこれ1枚じゃないのっていうぐらい一緒になっている筋肉になります。私の勝手なイメージでいうと、この2つは1枚のシートの上にあって、そこに肩甲骨が乗ってる感じかなというふうに感じています、日々でもっていうことですね。で、これが、実は、すごい重要で、後ろにね実際触ってみると、その筋膜、菱形筋からスーッて前鋸筋をね裏から撫でてみると、一枚の本当に筋膜で覆われてる膜、ファシャはこうスーッて一枚のように見えるんです、本当に。で肩甲骨があるってことです。ということはこれね、すごい重要なのは、実は菱形筋より前鋸筋の方がとても大きさの比率としては倍以上ですかね、大きいんですよね。で肩甲骨があって菱形筋があるってことは、これ引っ張ると前鋸筋の方が、まあ、勝つというか、ね、肩甲骨を介して左右の収縮を考えると
前鋸筋の方がということは前側に来てますから、どちらかというと肩甲骨をグッと丸めて使うんだろうな、こっちに行く。前鋸筋が硬くなるとこっちに行く。肩甲骨、猫背を作る重要な筋かなと思っています。ここが収縮する。逆に言うと腰頸筋は伸ばされてしまっている状態ですね。ずっと伸びている状態で、伸びているということは実は持続の身長を伸ばされているという状態が一番凝りというものを作りやすいですね。痛みとか凝りっていうのが原因になってくるんです。腰頸筋をぐっと引っ掛けて、この凝りのところ、実はここのところ、ね、痛いところっていうのはよくアプローチして、ね、その場で解消というかな、循環よくしてから痛みを取ってあげます。よく凝るところですよね、その腰頸筋の後ろ。こういうね、柱とかにグリグリグリとかやりたくなるので、ね、そこのところやりたくなるぐらい痛くなるんですけども、実はそこでアプローチして取っても、実はこっちのね、原因となるのはそのね、前鋸筋の方とかを取ってあげなければ、結局はその時はいいけど、少ししたらまた痛くなったりということで、私も手技の中には前鋸筋をたくさん見ているのは、実はこっちを、前鋸筋をリリースしてあげないと、腰頸筋自体の引っ張られているテンションというのは取れないので、またすぐに痛みというのを繰り返したり、凝りというのが出やすいという状態になってくるというのでアプローチを普段考えています。だからこのバランスで私の中で1枚って考えると、また少しパワーアップというかな、整理できると思います。そして今回はさらに前鋸筋は前鋸斜めですね、前鋸斜めのこういう筋肉、じゃあこういう筋肉の相手のこっち側は何かなという時には、実はこれすごいのがお腹の筋肉、腹筋ですね。腹筋の中でも外側にある筋肉、外側の3枚重なっている筋肉、3枚目の一番外が外腹斜筋というんですね。外腹斜筋と実はこういう、もうね、神様の設計みたいなすごいですね。前鋸筋がちゃんとこう。で、実際に観察すると多少ね、こうなってたりするんですけども、力の流れはこう収縮、こう収縮ですから、これ一体の一連の流れができるかなっていうふうに観察ができました。はい、一番腹筋の外側の外腹斜筋がここにつながってくる。なので前鋸筋からここ外腹斜筋からで、ここで来るとこういう動き、はい、動作でいうと肩甲骨とここから前鋸筋外腹斜筋こうねぎってな、こういうね、体のこういう動きっていうのも少ない。逆に言うとこっちじゃないですね。両方だとこうなってしまう。はい。ということは、前鋸筋プラス外腹斜筋のここら辺も猫背とかには必要なのかななんていうので、私は技術を前からこう作って、ね、皆さんに提供したりしてるわけですけれども、今回ね、改めてそれがね、前筋膜、覇者があって、その中の下の心筋膜、筋肉の膜、筋の、ね、結合、流れというのを確認して、はい、皆さんも、ね、猫背だったりとか背中の痛みという方が多いと思いますので、そういうところも意識してやってみるとワンアップすると思います。ということで今日もよしインハワイ特別編でした。